こんばんぶさ。こんばんは。クリームシチュー作ってたんで20時で助かりました。ああ、よかったです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんにゃん。にゃん。こんばんは。早く人間になりたい。ベム？あれ、ベムじゃないんだもんね。あの子。こんばんは。昨日、タイムリーに。これ誰？ダブって聞こえる？え？あ、あ。何が原因？こっちがオンになってるとか？ちょっと待って。いや、オフになってるわ。すっぴんからです。え、聞こえますか？声ダブって聞こえる？大丈夫？今日も可愛い。ありがとうございます。昨日は帰宅したら終わってた。あ、昨日1時間だけだったんで、あっという間でした。大丈夫。こんばんは。音声問題なし？ちょっと携帯をこっちにして。こちら音声問題なし。ありがとうございます。すいません、遅刻して。目かゆすぎる、マジで。お顔の建築作業、そうですは、あの完全版なんで、マジで肌何もしてない。シミ、ほくろ。こっちのほくろどこだろう。あれないね。あれ、シミになっちゃったのかな。こんばんは。移動した？改造した？私は押し入れにこもりました。ちょっとアングル変わりました。そう、変えました。あのね、ここに突っ張り棒を設置して、でライトも突っ張り棒につけるようにして、ちょっと上の方に戻したんだけど、ウィンドウ2つ開いてました。めっちゃ聞いてくれるじゃん。ありがとうございます。治った？やばい。全然関係ないんですけど、私ここ昔からハゲてる。ほら、ここ多分あれ配信で話したと思うんだけど、おばあちゃん家のタンスにぶつけた。私このピン、え、待って、私のほくろパーちゃんの元飛んでいきました。そっくりだから。でもばあちゃん最近化粧してるらしいですよ。化粧にハマってるんだって。私のお友達の話です。現代のドラえもんですな。はい、ドラえもんって21世紀でしたっけ、22世紀でしたっけって昨日話して終わっちゃった。バツマソで、このバツマルのピン、初めてこういうのをちょっと前に買ったんですけど、でちょっと前って言ってももう1年ぐらい経ってるかな。バツマルなピン買ったんだけど、これちゃんと左右右左用が入ってて感動したっていう話。おぼこいってさ、ちょっと芋っぽいね。完全にもう昔の仲屋ですね。これすっぴんだと顔変わってなくないですか？どう？まあでもすっきりした感じはあるか、ちょっと。あるんだっていうのと、どう？あ、22ってそれか。めっちゃ声出た。何の22だろうなって思ってたんですよね。昨日それ聞いた。そう、答えてくれてました。こんばんは。確認のためにメガネをかけて、確認、あー、そこそか。でも私今コンタクトしてるから、ちょっとマジで何も見えなくなるんで、
みんなが判定してください。気持ち悪い。どうですか、どんな感じ。あ、見えそう。あ、見えた。え、何これ、力入れると見れる。なんで、怖い、目怖い。こうやって力入れるとちょっと見える。待って、私の目が悪いってことか。ダブルでもいけちゃうってこと。うぅ、目痛い。オタクっぽい。まあオタクだから仕方ないですよね。あ、うん、こっちか。こんばんはって言うんだっけ。こんばんは。会話とチャットでちょっと時間差ありますからね。確かに目が疲れる、うん、今めっちゃ疲れた。すっぴん落ち着きます。私は全然落ち着かないですけど。読める読めるぞ。ジムで筋トレしながら中やん配信見てます。心癒されながらの筋肉強化。すごい、頑張ってください。本家若頭さん。ありがとうございます。こんばんは。やばい、この顔で絵文字やるのやばいわ。ちょっと始めていきましょう、顔の建築作業。でも完全にこうやるとさ、ツンツルテンなんだけど。まあでもね、同期のゆきりんが完全すっぴん YouTube で晒してるっちゅうこって、私も勇気を出して完全すっぴんを晒してみました。まずちょっと肌を守るね。こんばんは。私なんか化粧水、これ別にアヌが、なんて書いてあるの。は、アヌはおそんおそんじゅ77%。ジンジャンジンジョンドナドノドナ。ちょっとわかんない。黒いトゲトゲは防音剤。そうです、防音剤っていうか吸音剤っていうか、そう、ちょっとアングル変えたら映るようになっちゃった。一気飲み。あのね、これ本当にね、ペットボトルサイズなんですよ。え、これってさ、やっぱりこう意味あんのかな、こうやってこうやってやるの。ないやないか。ちょっと難しいな。500ミリなんです。これはね、なんとかリーフの化粧水でも韓国語、韓国のやつです。こんばんは、配信ご苦労様です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。まず片枠を組んで、そこにコンクリートを流し込みます。基礎作りってこれ以外にありましたっけ。家作るんか、わしの顔の上に家作るんか。毒ダミ、うん、英語が読めないからさ、ハートリーフっていう毒ダミのこと。お晩です。2か。これをなんか肌がめっちゃあるらしいんですけど、これはなんか鎮静の効果が入ってるんだって。なんか潤いはないんだけど、だからこれ使ってます。荒れないんですよ。なんかこれのおかげかもしんない、肌さプチプチしてないの。全然プチプチしてなくない？
もうここプチプチしてるわ。全然嘘つきました。この配信見てまた後で後悔って一緒や。後悔するんだろうな。後で見て後悔するんだろうな。すっぴんだよって。でも本当にここがあのティッシュ鼻かんでるから延々と。本当はもっとカサカサというかこう怪我みたいになってるはずなんだけど、これのおかげで。でもこれ染みるんですよ。これのおかげでもしかしたら鎮静されてるのかも。なんか韓国って鎮静好きじゃないですか。日本語だとなんて言うんだろう、炎症を抑えるみたいなことなのかな、ニキビケアにみたいなことだと思うんですけど。あ、何も言わずに、ちょっと待って、今塗ってとりあえず。で次は日本の肌ラボ極純。これはねしっとりかな、多分しっとり。なんかしっとりとさっぱりありましたよね。しっとり、え、みんな知ってるんだ。77%気になってた。そう、なんかね人気になっちゃったの。人気ない時に買ってなんか売れるようになった。バレましたね世間に。まあ韓国ではもうバレてたんだろうけど。毒ダミエキスを精製水の代わりに 77% 入れてトラブル鎮静に卓越したとな。卓越ってこう書くんだ。極純、本当にすっぴん綺麗。やばいっしょ、シミ。まあでも同年代の人よりは、いやわかんない、同年代のすっぴんマジで最近見てないから。本当ユキリンのすっぴんぐらいしか見てない。すっぴんに近い。すっぴんです。あ、すっぴんなのこれ。最後のほくろはなんか友達に飛んでっちゃったかもってさっき話しました。なんか似てる友達いるんですよ、男の子なんですけど。肌荒れとかニキビとかに効果。あ、待って、連日のライブ配信ですね。すっぴんに近い中さんも、あ、ここ答えてたわ。すっぴんです、すいません、完全にすっぴんです。あ、イキヤさん、マットさん、マットさんありがとうございます。なんどっちで読んだらいいんだ。飛んでくんかい、うん、飛んでった。あ、腹ペコもやしさん、あれ私これ答えた。すっぴん、ほん、さ、あ、なんか本当にすっぴん綺麗です、ありがとうございます。薬指の指に、これ指輪って読むか、指輪です。でも私本当にさ、なんか気にしない人だからさ、これいただき物なんですけど、これずっとつけてるんだけど錆びるかな、こういう時も外さないでつけてるんだけど。顔面に何か塗る時も荒れないんですよこの指輪、超感動してるの。だからずっとつけてる。でね、この指輪もあの自分で作った、あのコラボみたいな感じで作ってもらった指輪もつけたいんだけど、あれサンプルそのままもらっちゃったんで大きすぎてつけっぱにできないんですよね。あとちょっとボリューミーだから、なんかいい指輪他にもつけたいな。指輪よこせみたいになっちゃった。いい指輪じゃないわ、何、難しい。なんかこれだけだとなんかちょっと特別感が出ちゃうから、お金も。でも自分で買うのはちょっとな。同年代の中なら確実に肌綺麗ですよ。まあゆきりんは酷使してるっていうのがあった上でだから、その本人も言ってたけど、休んでる時は肌荒れてなかったって言ってたから。アレルギー出ないんです、マジで感動。銀って書いてあったかな。
呼び方はお任せします。わかりました、ありがとうございます。金属アレルギーなんです。そうなんですね、顔整えよます。で次がちょっと年齢出るんだけど、シミそばかすを防ぐ薬用消しミン。あ、穴開いてんだけど、これ何。あ、そうだ、思い出した。このなんか盗難防止みたいなやつ取ったら何に乳液か分かんないじゃん。密封乳液もっちりの方。あれ、私さ、コメントなんかさ、あ、急に反応がから、あ、読んだか飛ばしちゃったかと思った。ケシミン、私本当に、でもそれのおかげなのかな、私そばかすの人なんですよ。そばかすの人なの。これをちょっと取って、あ、すいません、ボヨヨンってなっちゃった。雑でしょ塗り方。もうちょっとね、優しくね、肌に摩擦が起きないようにやりなさいって誰かが言ってた。そばかすなんて、どんな曲だったよね。もちもち仲やん、もち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 。そうで、あの最初の化粧水は全然潤いがなくて、その肌をこう綺麗にしてくれるものだと思ってて、ベースの化粧水で、次の肌ラボの極潤がもう潤いの。そばかすかぶり、綺麗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 。私も今その曲みんな同世代。ありがとうございます。で、この余ったやつはこういうとこに塗る。次、あー、でも私気分によってちょっと猫の毛がついてる、なんか美容液塗ったりする。でも私は浸透しすぎると荒れちゃう人だから、これも韓国なんだけど、ビフィダーっていう美容液使ってます。塗っとく。見て、日ぐらい。キャンデーキャンデーキャンデーって、これはあんまりなんていうの、表面的に塗る感じ。本当は浸透させた方がいいと思うんだけど、本来のこの人の役割としては、私はあれ荒れちゃうので敏感肌で。じゃあ次、ポール&ジョー人気だね。モイスチュアライジングファンデーションプライマー下地。やめて、もうおっさんおばさんのライフはゼロよ。でもさ、私の世代でギリだからさ、うん、おじおばになっちゃうのかな。雑、真似しないでね、この塗り方。私も美白系の使ってますが、めんどくさがりなのでオールインワンです。あ、でも本当だったらオールインワンにしたい、私も楽したい。でもやっぱ荒れやすいから、なんかお手頃なオールインワン売ってるじゃないですか、いいやつ。あれ荒れちゃうんですよ。ダメなの、私の肌超めんどくさい。ちょっと本当は良くないんだけど、ちょっとアルコールのウェットティッシュで一回拭く。で、ティッシュでもう一回拭く。これちょっといいティッシュだからあんまり。リングのサイズ難しいですね。
なけんのネコリング自分も初めて指測って注文したんで結構ゆとりありましたね。わかんないよね。スポイトで化学薬品味がある。あ、そう、なんか美容液ってこういうのに入ってるんですよね結構。まあ美容液はあんま変わんないんだけど。動きから目薬かと塗り方やばいよね。でも馴染むんだよ。このすごくないですかこの下地。ポール&ジョイいいですよね。うん、いいです。だって私のあれでもあれなかったから。なんかすごい気に入ってた下地がね、廃盤になっちゃって、これ今度また下地なんですけど、 RMK ルミコのクリーミーポリッシュドベース N2 番。あ、さっきのポール&ジョイは1番。1番とか2番とかよくわかんない、色味だと思うんだけど、これをツーブロですか。ツーブロです。どっち、こっち。あ、ダメだ、やっぱ髪の毛邪魔だ。繊細なお肌、うん、初見岩手県から、こんばんは。こんばんは。繊細だよね、めんどくさいよね。オールインワン、チャンリンシャン的なの？チャンリンシャンが分かんないけど。そこで手をかざすとピントが、やさっき合わなかったんだけど。なんでだ。ちょっと上切ってしょ。あ？今耳が大丈夫？なんかプチプチ言ってたじゃないですか昔配信で。で、あのこれの紐くださった方、あ、配信じゃないわ、声取ってる時だ。なんかあれ鳴らなくなりました。止まった。だからそのあの送ってくださったじゃないですか、あのプレゼントで、このコード紐を送ってきてくださったんですけど、止まったからとりあえず前のまんま使ってます。ありがとうございます。壊れたら使いたいと思ってます。付き物が取れたのかも、押し入れに入ったことによって。押し入れの前もあれだったけど、ちょっと唇が寂しいから濡らしてください。ポール&ジョーのこれいただき物なんだけど、ティントリップスティック001番、汚いんだけど、猫だったのけどなくなっちゃった、もう頭。ケーブル問題、他に原因あったのですかね。うん、わかんないです。本当に原因がわからなかった。ちょっと化粧濃くなった？ほら、いたんだよって怖い話じゃないだよ。チャン・リン・シャンもアラフォー世代では。フォーか。アラサーじゃないか。塩持っとかないと。お化けじゃないよ。どうするんだっけ？何塗った？下地塗ったから。私はクマがすごいので、あってか。こんな大きい鏡使わなくてもこんなって言っちゃった。これいただき物、ありがとうございます。私はいただき物で生きてる。これさ、ないんだけど、お外見がもう見えないんだけど、前もこれチークで使ってた。キャンメイククリームチーククリア CL09 番、クリアの9番をもうカスカス取って、ちっちゃい鏡でやろう。ヘアメイクまで見れますか？ヘアメイクはね、もうね終わっちゃってるから。ここに塗る、クマに塗る。同じものを同じ方がくださいました。優しい、ありがとうございます。ずっと使ってる。でもリップってさ、なくならないじゃん。
一生使っちゃうからたまにこう変えたりしてる。本当はさ衛生的にはさ処分しなきゃいけないんだけどさ、左のほっぺほくろいます。え、なんなら右もいる。めっちゃいる。私の顔ほくろ、おでこにもいる。え、待って、前髪このまんまだと多分ね後ついちゃうわ。まあいっか。怖がらせたい、やめてや。私怖い話大好きだから大丈夫ですけど、自身の周りには起きてほしくないよね。でこれ塗ったらほくろ線で結びたくなる結んだら多分あの線だらけになっちゃうけど大丈夫か。でチップコンシーラー、これなどこのだっけ、ザセム。こんばんは、よっこいしょ。これめっちゃさ駅いっぱいでさ、でって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 やつだよね。新芽にやりたくなる。自分のメイクってご自身が一番極めてると思うんですが、やっぱりプロのメイクさんは違うものですか。うんとね、あ、本当になんかその例えば私はないけど雑誌とかでこう雰囲気変えたいとかこういうコンセプトのもとやりますねみたいな時はやってもらうけど、やってもらった方がいいけど、私はやっぱり自分でやった方がいい。でもそのプロのメイクさんの技術が悪いとかじゃなくて、その今までやってきてもらった人たちもすごい良かったし、あれなんだけど私が敏感肌なせいでこれもダメあれもダメ、じゃあこれにしてくださいあれにしてくださいっていうのが申し訳なくて、だからその雰囲気変えたいんだったらと、でもやっぱ自分の顔にしたいんだったら自分のメイクの方がやっぱりいいなって思います。メイクさんはやっぱりこういろんなものをこういろんな方向にアンテナを向けて、これいいよねこれいいよねみたいになってるから、ちょっともう一回重ね塗り、ノーミラーメイクみたいになってる。まあ画面あるけど、ザセム一緒多いですよね使ってる人。ちょっと私はこのさこのさラインにこうついてるのが嫌だから、この締めるところにそこ使ったりする。ケチ、掃除もできてちょっと乾いてて密着しやすくて一石二鳥。熊が Wi-Fi 一瞬切れた。あ、よかった復活した。なんか調子悪い時たまにありますよね。私もあれみたいな、サイトが悪いのかその見てるアプリとかサイトが悪いのかわかんない時あるけど、はい、ちょっと赤み残ってても、ちょっと私はどうせ囲みメイクしちゃうから、はあ、恥ずかしいな、もう今更クマがなくなりました。こんばんは。見事に目周りが、そうコンシーラー一つで、私は01番使ってます。マームさんは何使ってるんだ。あ、で次チャコットフォー、チャコットフォーかプロフェッショナルズフィニッシュパウダーナチュラル。あ、嘘、これナチュラルに入れてる。パッケージが可愛くて
ナチュラルに入れてる。クリアです。白。トン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 。今からリアルタイムでモザイク入れますむず。私そんな技術ない。なるほど、すでに可愛い。ありがとうございます。次クマがなくなった。そう、すごくないですか。本当はオレンジとかがいいって、なんか青みにはオレンジがいいみたいな。私オレンジ合わないから肌に。こんばんは。やばい、この顔でやるとやばい。いや、この顔じゃなくてもやばいんだけど。反対にしてみようか。あっ違う、こっち、今までこっち。なめたの足でパンパンするように。確かに。え、今までこっちだったから、次こっちか。ちょっと×丸逆さになっちゃうけど。ごめんね、バズマル。こんばんはって言ったよね。メメタのお尻がパンパンするように。メメのお尻叩きはもうちょっと強いから。これぐらいかな。強めでも喜んでくれます、メメは。で、ちょっと指が、あ、さっき無意識で拭いちゃったけど、指が汚れてるうちにチーク、キャンメイククリームチーク05番を適当にボン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 。ありがとうございます。何この髪の毛さっきから、あれどこの毛、あ、前髪ね。どこ、カメラ見ると分かんなくなっちゃう、反対だから。ボン。私クリームチークじゃないといなくなっちゃうんです、チークが。なんか肌の質的に粉の上に粉のせると粉がいなくなるんです。前の配信でも話したと思うんですけど、どっか行っちゃうの。私が多分こうやってやるからかな。 OK、 なんか幼い感じ。あ、変わりました。やっぱ分け目で人の印象って変わるのかな。だってこれ次ハイライト。あなた誰。とりあえずポール&ジョーのいただいたやつです。ありがとうございます。危ない、またチークになるとか。これはトントントン、クリームハイライトをトン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 。余ったやつ、おでこ全然見えないから、あ、余ったのいらないからつけるって感じで。はい、次。本当に雑だから参考にはしてほしくないんだけど、 Too cool for school Art class by Rodin。 わかんない。 Blending eyes Rosy brown。 これも韓国のコスメです。これね、削っちゃったの、ここなんか閉まってなくて、ハイライトシーマゴって思ってここにってハイライト入れたり、シュシュシュって削っちゃいました。まあどうせ減らないからちょっと減らしてもらったって感じで、こことここをなじませて、毛がついてる。つけすぎたから両方につけて、はい、でウィーン。こんばんは。ちょっと顔面作りから始め、待って、もう1時間経つ。まあ遅刻したけど、もう40分経った。あと1時間はゲームやろうと思ってるんだけどさ、絶対1時間じゃヒューマンフォールフラット進められないよね。囲みます、雑に。こんばんは、こんばんは。次、このここのピンクとここの
茶色をブレンディングして2個やって諦めたアーカイブ後でよかったら見てください。後で紹介してもいいけど私が遅すぎて時間ないかも。おいで、全体にぼかす。雑でしょ、真似しないでね。で次その端に使ったこのピンクとこっちをくっつけて。その手がありました。立ちますな、楽しい時間早私メイクしてるだけだけど、まあみんなと話してるのが楽しいけど、ね、涙袋にしたいところに入れる。ぜひよかったらアーカイブで。反対も。あ、毛が入る。私あの癖でまつげ上がってるじゃないですか、天然パーマで。ゴミをさ集めてくれないんですよね、目が、まつげが。困る。ちょっとこれ使ってないの、こっち使ったやつ、こっち、ういこんばんはって言い返したよね、ちゃんと。掘れてそこが見えるくらいまで使うのって結構な回数。え、マジで下手したら5年10年使わないとなくならないやつありますよ。そんなに使ったことないけど、さすがに。で次、今私目やってた、このチップに変えて、これはちゃんと見た方がいい。この人はマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズアイシャドウ BE286 なんとか姉妹、ゴージャス姉妹ってやつです。を涙袋に、あれ見えてない、今まで見えてなかった、まあいいか、戻れないし。これを涙袋に塗る。涙袋だよーって、あなた涙袋だよーって自覚してねって。でてっ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 て雑に塗る。続きまして、私眉毛いつの間にか最後の方にやるようなして、これはキャンメイク、クリーミータッチライナー02番アイライナー。これをこの際、目の粘膜に塗る。昔粘膜塗ってなかったんですよ。もし昔のメイクとめちゃくちゃ変わったのってどこって聞かれたとしたら、私なんだっけ、ここ粘膜にラインを塗るようになった。ブログとかで写真入りでメイク動画メイク道具紹介などあったら動画と合わせて参考になるかもです。え、そんな、なんか私のメイク参考にする人、少人数だよ。あ、ブスちょっと時間に余裕があったら、あの下に書き込もうかな。ほら変わらない？めっちゃ印象変わらない？インラインって重要なんだなって。落ちちゃうんですよ私。でも今でも落ちるんだけど、キャンメイクはまだ落ちない方だから、目の外はラインはめっちゃ引いてたんだけど。魔法少女マジョリカマジョルカ始まるよブランドの
番組になっちゃう。 CV なんかやせんか。粘膜に塗ってます。そう、目の周りはめっちゃ黒くしたんだけど、どうしても粘膜のアイラインがこうコンタクトにプレって乗っちゃうんですよ。今でも乗るんだけど、え、めっちゃい。で、次、あ、危ない。あー、これミニオン、ミニオン、でー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 。あなた何色？黒。ラブライナーの黒あった。ラブラ…マジちっちゃ。ラブライナーリキッドアイライナー R3 ブラックを目尻に塗る。ガンプラの塗装、あ、私本当にあの前も言ったけど図画工作だと思ってる。図画工作だと思ってる。あー、やっちまったよ。こうやってなるよ。こうやってなったらもう目尻だけじゃなくなる、ラインが。 綿棒で削ります。消えた。5歳児モード。バナナー。私左のライン超嫌い、塗るの。メンボル。こんばんは。アイライン好き？結構引いてるんだけど。待って、こっちもはみ出てない？本当メイクって適当。私はうん、メンブ以外の修正。なんだっけ、ランボ。メンブ女性って本当にすごいですよね。あ、ね、また合ってるわ。次はセザンヌ各二重アイライナー、影用ブラウン。お、涙袋こうやってやって、こうやって力入れてここの下に引っかく。影を描く。でさっき あの筆残ったシャドウでぼかす。次、一旦眉毛挟む。これはエチュードハウスドローイングアイブロウでやってますか。お目目パッチリパッチリになった。昔はマジでまぶた重かったんだけど、年取った。すいません、もうさっきから本当にすいません。狭いもんですいませんね。これ皆さんね、眉毛は眉尻しか塗らない。眉毛いっぱいあるから。で、このスクリューブラシ、名前忘れた。やばい、もう21時には終わります。メイクが。え、てかここにほくろ増えたんですけど、これシミなのかな。シミなんだろうな。シミですよね。はーい。
なじます。ブラシでなじます。眉毛めっちゃあるんで、眉毛はそんなに。でほいでもってシェーディングはこうやって顔が映るときしかやんないんですか。これペリペラのこれも韓国コスメです。インクインク V シェイディング3番03番かわいい、ありがとうございます。アーカイブ早送りで見ようと。男の人はよくわかんないんですよね、すいません。これをね、ザイ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 って撮って、これこそ図工え削る削る作業で、ほっぺも削って、気持ちね、削れないからリアルでは大整形しないと削れないから、大工事しないと。でまつげ最近変えたんですけど、ソーポっていうなんかファミマで売ってるなんかお試しの、お試しでできるよみたいな、なんかちょっと使いにどうぞみたいな、カラーマスカラ06番なんとかブルーを、なんか前使ってたマスカラがやっぱ乾いちゃってメイクしないから大きいの使うのやめようって思いました。私ビューラーであげません、癖がすごいからもともとの癖毛がすごいから、すだれまつげにしたい私も。あ、なじませんの忘れてた。さっきのさ残ったやつでこのラインを本当はこうやってやる、今さらまつげくっついたまつげくっついてたよ、まだ間に合う。うん、治った。すっぴんの時はすっぴん可愛いといい、メイクした方がメイクしたで可愛いという、そう我々は仲やん、褒め上げたい、ありがとうございます。もうみんなが褒めてくれるから生きてる。下にもやります、下まつげにも、みんなのコメントとともにメイクしてれば私。もう雑で大丈夫、下に下げる作業、あのそうするとね落とすのめんどくさいのハートかけない、ハート真似できない。すっぴんの中やん、可愛かったほんとひどい顔でした。うるるるる。で化粧道具をここにかたそうとする。で次これも韓国のやつなんだけど、多分ルミナスマルチハイライターかしら、ザセム、ドセムって書いてある。お、クマのところにシャッシャッシャ、あ、シューンとしてシャッシャして、あと鼻とシャッシャ、顎、終わり、終わった終わったあとはしまうまでがメイクですからね、しまってください。みんなお帰り、ありがとうね、今日も顔作ってくれてありがとうね。この綿棒かわいそう、これポチしか使われなかった。
ごめんね。終わり。人になった。人になった。え、過ぎてたじゃん。これでいい？これでいい？できたー！かわいい。ありがとうございます。完全版ようこそ。嘘！さっきの綿棒帰っといて。あなたを使う時が来た。リップ。これも韓国。読めない。どこから始めるの M6 立ちつてドニラリルルビールビーメマージーみたいなメージーみたいなやつ。良いです、おめでとう。おお来た。なんかさ、顔文字入ってるとさ、コメントがさ大丈夫みたいな、表示します、このコメント大丈夫みたいになる。メンバーおいで。これをほんとはリップクリーム塗りたいんだけど、ちょっと取りに行けないので、この環境的に。まずバカ殿みたいに一回なるじゃん。でまんまするじゃん。ちょっとまんまじゃないと私の唇の形が綺麗じゃないので。で使ってない方を使って撫でます。はい、馴染ませすぎた。使った方の綺麗なところを使って消す。あ、あとあとあと、はみ出すよね。壁に注意。本当にやるから。でも皆さん優しく教えてくれるから。これだからなんかイベントとかの時は使わないかも、これ。仕事？外仕事の時は使わないかも。できたー。おい、ありがとなメンバー。中谷が人になった。ありがとうございます。できました。第一刻。あ、でもあれか、6分に始めたから成功。壁になってない、大丈夫。新中谷さんか、尊い。やっぱパチパチもさ非表示になっちゃう。大丈夫。ありがとうございます。人になったからゲームしよう。待って、アプリ起動してないわ。できるのかな、こっから。ちょっと頑張ってみますね。一緒にやりたいからゲーム。チャプターちゃん頑張って。はい、でこれを起こしてコントローラーをやって、あ、 HDMI がきっと抜けそう。あ、大丈夫でした。大丈夫。画面に話しかけるおばさん。ヒューマンフォールフラット押した。で音消して、消えた。でゲーム画面表示にして
ちっちゃくする。ルー？いけてる？ちょうどいい。あん！大丈夫？私。やっぱ上の方がいいかな。できた？クー。いけてます？ちょっとね。インターネット通信。トン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 。ホストする。私どこまでやったっけ。ちょっとあのね、見返してないんでね。人数さ、ちょっと減らしていいですか。増やしちゃって。赤捨てダーク、わかりました、ありがとうございます。プレイ中に参加。え、オフにしよっか。オンにする。先に行っちゃう人いるんだよね。待つ？みんなが来るの。どう思います？ちょっとまだウェットティッシュで拭きたい。基本の木、私の大好きな基本の木のウェットティッシュ。あの、ヒューマンフォールフラットを今からやります。で、参加できる皆さん参加してください。え、でさ、このオフにしたらさ、あれかな、待合室みたいなところでみんなが来たら始めるって感じですかね。赤谷に謎解きしてもらいたいのでオフがいいかな。うん、じゃあそうします。今手をきれいにして、スルメ食べながら見させてもらう。じゃあ私は芋けんぴ食べながらやろうかな。これさ、いただき物のクリップなんですけど、これ冷蔵庫につけるやつなのに今度に使ってる。自然食品、高級芋菓子、無添加無着色、芋けんぴ。ヒューマンフォールフラットダウンロードしたけどやったことないです。やりましょう。今日初プレイしてください。ちょっと私、あのゲームやりながら何か食べるっていうのが嫌いなので、ちょっと今しか食べないけど。いやいや、スタート したらやりな、食べなさいよって感じなんだけど。他に進んだ方いれば、穴に落ちたりで進めるので、うん、やりながら。バビちゃんにもください。こんな声だったっけ。バビちゃんは史上最強に声が高い。入る入る。始めるけど大丈夫。みんなは不希望ね。これいいかね。あ、ダークで止まってるわ。ヤン、私ヤンでやりますので、このホスト、お部屋探すときにヤンで、ヤンを見つけてください。どうやって見つけるの？PC でできるんですか？スマホでできるんですか？私はスイッチです。待って待ってね。コメントじゃなくて編集しよう、あれ。
ええ、でちっちゃくしよう。でも途中参加できないから、ちょっととりあえず間違えた、パソコンで始めようとしちゃった。パニックるよね。ステージセレクト、ゲームの設定6人スタート。待って、ダークから始めたらさ一人じゃね。ここで待てば来るのかな。戻らなきゃいけないかもしれない。ここで待ってみる。待合室行けないじゃん。そういえばなんか動いてる、なんか動いてる。本物のパフィンちゃん、こんな声でしたっけ。え、待って、みんな来らんなくない。これじゃ来られないよね。何かいる。怖い、ゴロゴロ言ってる。接続できませんですよね。私戻った方がいいよね。オフじゃなく、オンにしないとダメか。あ、やっぱ、やっぱり、あ、ダメだ。これ待合室行くときどうしたらいいの。チェックポイントから違う、ロビーへ戻る。あ、これやっぱオンじゃないとダメか。あ、今入れないもんね。やっぱダメだ、オンだ。間違えた、オフにしちゃった。あ、来た。あ、ここでできるんだ。じゃあここで待ってればいいんだ。ミキアさん、ありがとうございます。ここだ。あ、これはオンにしといた方がいいの。あ、ここで待ってる。分かった。あ、7人にしちゃった、8人にしちゃった。行けました。じゃあここで待つことにします。あおさん、ありがとうございます。文字が見えない。みんなホストを探して、私ヤン、ヤンって書いてこ。転がしてる。私だけ参加できないの。私だけ参加できないんや。ワンさん、いらっしゃいませ、ありがとうございます。追い出すなんてできんの、怖っ。まあそりゃそうか。あ、誰誰誰。あ、戻ってきただけ。あ、イメデンさんか。みんな来てくれる。7人の方がいいかな、いっぱいになっちゃうすぐ。あ、なるほどね、非表示にする。うん、でもおとなしく待ってようかな。で、打ってくれてる。バンバン失明しちゃう人は追い出し、あー、なるほどね、そういうことか。そういう機能を使えるってことか。でもあれだね、減っちゃうね、そうすると。抜けた、入れた、向かってくれた、笑いながら見てますね、ありがとうございます。あとちょっとしか、45分ぐらいしかできないけど。顔に時間かけすぎた。本当はヒューマンフォールフラットがメインだったんですけど。4人かな。もう行く？
中谷ヤッホーヤッホーです。芋けんぴ食べながらゲーム始めるの待ってます。なんか落ちてきた。みんなさんです。ねえ、ゾンビみたいな、ちょっと見た目このゲーム見るとおじさん思い出す。あ、確かに今日は来てくれないんだ。コメント欄にもいないから。ちょっと15分ぐらいはみ出してもいいか。2時間って決めたけど、あなたの夢中もういいか。このメンバーで始めていく。もうこなしさん、皆さんもう来られないですか。落っこちたら帰ってこれます。でもこのメンツなら多分バンバン進める人いない。優しい人たち、いけますよね。ちょっと今のいけますよね、怖すぎた。よろしくお願いします。ちょっと待って、芋けんぴが止まるね。はじめまして。いらっしゃいませ。久しぶりなんで、私めっちゃ久しぶりですよ。行きますか。行きますかって言って芋けんぴ止まらないんだけど、どうしたらいい。こんばんは、お邪魔します。どうも。あ、来た、ペヤングさん。どうも。茶色い雪の方がペヤングさん。よし、何、前から気になってたんですけどやっと来れました。ありがとうございます。今年初ヒューマンフォールフラット、一人で一回やったかもしれない暇の時に。食べながらのゲーム実況ほのぼのです。ひどいよね。もうちょっとさ、みんなちゃんと配信してるでしょ。メイクしてムーキンビー食べて、何も分かってないので黙って高い目でお願いします。私が一番分かってないと思います。攻略とか見ないので、聞きながら進めるだけ。あとギャーギャー騒いでるあはは、雪だるまの二人が戦ってる。じゃあ、え、 1,2,3,4,5,6、 あ、そういうこと、もう揃ってた。自分も入れて6人か。行きますか。もう皆さん参加しない、大丈夫だよね。ガチ仲やん。ガチ仲やはこんな緩いです。びっくりしたよ、コントローラーが止まったよ。これホスト切れましたとか言ったら泣いちゃう切れてない、よかった。仲やんを助けながら進んでいくところが好き。もう皆さん本当に助けてくれるから全部説明してくれるし、それでもうなんとかって感じ。じゃあ始めます。スタート。あー、詰まったわ、全員詰まった。なんか歯並び悪いと詰まるっていうけど、歯並び良くても詰まりますよね。マジ好きですって伝えたかった。ありがとうございます、嬉しい。じゃあ出発進行。あ、何、早速なんか運んでる。あー、雷怖いよ。皆さんの名前どこで出すんだっけ。マイナス違うの。あ、撮影しちゃった、間違えた。どこで出すんだっけ。あ、間違えた。あー、脱力じゃだ。なんかボタン押したら出たよね。あ、手だった、ちょっと忘れちゃった。さて
箱があるってことはそっちから出るってことか。あ、そっかそっか。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、本当にごめんなさい。アールスティック押し込み、あ、これだ、ありがとうございます。ワンさんが黒い方で、ピアンゴさんが茶色い方で、エムデンさんが、あ、ゾンビエムデンさんだった、エキアさんが青で、アオイさんが赤。え、そこも入れんの？ごめんなさい、多分酔いやすいかも。ありがとうございます。うっこいしょっとえ、あー早速やらかした、ありがとうございます、優しい。ちょっと待って、あ、固めてくれてる、見てみんな優しいよ。うっこいしょっとえよいしょ、ちょっとお手手伸ばさないとね。あ、ち、伸びないわ、あ、伸びないわ。あ、ピアノさんも待ってくれてる、よいしょ、うっこいしょっとえ、いけた、あぶれ、あぶれ、あぶれ、あい、怖いよ、なんかある。うん、そう、先の景色だったわ。キリカバール、上登れんじゃない、ここ。雷、今のよくひゅっと、落ちる、うわ、まった、まった、みんなハマっちゃったよ助けて、ああ、いけた、はあ、なんでさ、こうハマっちゃうかな。うわいっちょ、こっち行くか、おとなしく、みんなみんな今助けるよ。もしかしてみんな待っててくれてる、私がこれをやるために。よいしょ、よいしょ、ぼっこいしょって、ちょっと待って、今外すから下手くそすぎ。よいしょ、あ、待って、そっか、上向けばいいのか。よいしょ、ちょっとおいさん、ありがとうございます。私も、あ、すごいすごいすごい、 ありがとうございます。何もしてない、ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、閉めちゃったみんなさんに会えた、皆さん頑張って。どう登るの、あ、なんかこの、私は ZL と R、 お手手あげて A でジャンプして、あ、ごめんなさい、葵さん掴んじゃった、葵さんごめんなさい勝手にくっつくから手がペチってなったらブイーンみたいな。ねえ、ちょっと待って、あれ、ここ登ってきていいですか、遊んできて。ワンちゃん吠えてんだけど、ワンちゃんっていうか狼、ここもしかして穴開いてるだけ。気になりません？片手じゃ無理か。下手くそすぎて、あ、危ない。ああ！あ、そうだ。両手を上げて、ジャンプしたら下を向く。ウェイ。ああ、穴開いてるだけですわ。でもなんかある。斧みたいのある。あ、ごめんなさい、ピアングさん掴んじゃった、ごめんなさい。あ、斧ある、ちょっと待って、ここ怖すぎん、私絶対いけないんだけど。斧を掴むためにあの箱をやるのかな、もしかして。ちょっとじゃあメンデンさんも練習しつつ。怖い、いやー、落ちました、無事に無事に落ちました。こっち行く、斧あるよ、あ、この箱使ったらあれかな、登れるかな、あ、ドア閉まるやん、この箱使ったら登れたりしない、落ちる、よいしょっと、閉まる、あ、あ、
開く、閉まる。あ、あれじゃん、私のあれを組んでくれてる。あ、優しい、ありがとうございます。私ドアを押さえがかり。あ、待って待って、あ、閉まっちゃう、誰か誰か、あ、いけるかも、誰かドア開けてくださいありがとうございます。あ、来てくれた。あ、そう、ありがとうございます。これさ、使ったらさ、え、もう登ってる、もう登れてるじゃん。1個でよかったんだ。じゃあ、どっこいしょ。私がやりたかったのはこれなんだけど、えんちゃん、斧お願いしてもいいですか。私が登る、どっこいしょって何の音、せーの。イケさんがどっかで挟まってるらしい。押し込んじゃった。ちょっと助けてください、助けてください。掴んでくれました。じゃあ話しますねあー痛いよおー、ありがとうございます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 。斧あった。で、池屋さんどこ行っちゃったの。ちょっと斧持ったら探しに行こう。また木に挟まりました。私みたいに挟まった、もしかして。よし、よっしゃい、ありがとうございます皆さん。これさ、おしっぱじゃないとさ、やっぱどっか、池屋さんどこ、あれ帰ってきてる。お帰りなさい。黄色いトランシーバーは持ち上げるとヒントが出ます。はい、どこしょい。あ、これ思い出した、うん、そうだね、これで落とすんだ。出しました、よかったよかった。殺してないです、倒してないです。あ、戦ってる。ちょっと一旦捨てて。あ、ありがとうございます。やってくれるの、優しい。切ってくれようとしてる。わーい、やっぱ歯が当たんないとなんないんだ。これ有吉で見ましたわ、でも全然覚えてなかったからあ、こっちから切った方がいいかも。絶対そっちに倒すやつだったよね。難しいね、やっぱ歯が。おー、すごい。いやー、来たー、アイムデさん頭ぶつけた、大丈夫。あっちに行くやつだった気がする、なんとなく覚えてる。ちょっと酔いそう。はあ、よし。あ、うん、うわうわ、みんなで行く。おーおーおお、すごい、行けるかな。うわ、気をつけて、落ちちゃう、落ちちゃうよ。落ちてない、ちょっと待って、掴むわ。あ、落ちちゃった、落ちる、あ、落ちちゃう。どこに挟まってるの。え、あ、池谷さんが押さえてるんだ。あー、落ちる、みんなあっちに進んだかな。あれ、誰も行ってない、もしかして。おーおー、あれ、勝手に落ちてきた。あー、じゃあこれを、じゃあ一緒に掴んであっちにやりましょう。誰か一人でも行ってくれたら。お、行けたんじゃない。ちょっと押さえてるから、みんなで行く、乗ってください。あ、落ちる、落ちたワンさん、ワンさんの方が落ちた、ワンさん落ちた。はい、みんないいよ押さえてるから。あ、ちょっとちょっと手が不自由。掴んで、はい。あー落ちた。皆さん来て、え、ここに戻ったんだけど。あっちじゃなかった、あそこがゴールじゃなかったんだ。ちょっとセーブ中の画面見えないからな、マジで。ち
脇にも鉛筆挟まってたんで。じゃあちょっと私行くわ。頑張って行くわ。よいしょっと。あ、押しちゃった、押しちゃった。ごめんなさい。あんちゃんが吠えてるよ。よいしょっと。危ない危ない危ない。木の下をサスケ風。あーなるほどね。あ、落ちた落ちた。大丈夫みんな。これ直せる？みんなを引っ張ればいいか。はい。かぶ。あ、いけた？あ、無理だった。よだれてた。あ、もう一回だ。いいよ、話しましょう。もう一回やろう。落とし合おう。あ、大変、難しいよね。落としていいですよ。綺麗に押せたらいいんだよね。なんなら私が捕まってあっち行く。来た来た来た。ちょっと待って、じゃあ私もサスケ風でいけるかな。ちょっと待って、ここが無理かも。怖い怖い。あー、おお、変なとこ掴んじゃった。ここからどうしたらいい。どうする。アイケさんが落ちてた。どうしよう。こっからジャンプできるかな。こうやってこうやって振って振って、はい離す、はい、うわっ。みんな今までありがとう。あ、くっついてるじゃん。もしかして渡れるんじゃない今。あ、すいません。あ、ちゃんと仲良くしてしまった。屋上今なら渡れる？もしかして。お、渡ってる。ありがとうございます。いけるかな。落ちそうだね。あー大丈夫。あ、てかこの間に挟めばいいんじゃね。いや無理か、そんなうまくいかないか。ちょっと私も私が押さえてよ。よいしょ。ああ、ミスった、ミスったんだから。はあ、本当にさ、ポンコツは嫌になっちゃうよ。なんかやってもうまくいかない。今ならいけるかな。じゃあちょっと皆さん行ってもらって。葵さんそこにいる。え、まっすぐ、え、登れそうですか。やめです。もう押される係になろうか私。あ、行けたみたい。でも頑張って渡りたい。え、押さえてくれてる、もしかして。いやー、ちょっとごめんなさいごめんなさい。本当にごめんなさい。本当操作性が、あ、難しすぎてごめんなさい。登りたい、私だって。私素直に、もうちょっと上向こう。上向いて、いやー、落ちる落ちる落ちる。無理かも私、本当に操作性が難しすぎて、マジでふにゃふにゃ。ういく。登れない。ちょっとすいません、イガさんすいません。イガさんごめんなさい。ちょっと諦めようかな。諦めたい、だって登れないんだもん。いいしょ。あ、押しちゃってるよ、押し込んでるよ。もうこれがエルデンリングですか。エルデンリングってどういうゲームなんだろう。なんとかアクション RPG って書いてあったっけ。難しいんですよね。あ、登れなかった、もうダメだ、もう。ちょっと待って、丸太から、うん、こっから行ってみよう。いやー。はい、諦めました。皆さん落ちてきてください。お疲
付き合いありがとうございました。うわ、ボーボーしてる、みんな燃やしてる、落ちてき来てください、ありがとうございました。誰だ、ワンさんとイケアさん、ありがとうございました、すいません、キューンありがとうございます。皆さんも橋をかけてくれて、それをどこにやるんだっけ、あ、火持つか、あ、ありがとうございます、持ってくれてる、そうだ、そこ燃やすんだっけ、あ、ちょっと待って、やりたかったやつ、あ、みんな入るじゃん、お風呂入ろうねえ、仲良しすぎません2人、お久しぶりーふ、お久しぶりーふ、うわー、これ有吉さんが入ってたとこ、どうぞ、皆さんも入ってくださいよ、ちょっと出るんで私、よっこいしょっと、ハマっちゃったな、ハマっちゃったな、ごったにだな、ちょっとカラフルすぎるな、信号張りにカラフルだな、ここ黄色がいない、よいしょ、ありがとうございました、よし、でここ燃やすから、あ、燃やす、そうだ、型作るんだ、思い出した、いい湯でした、鍵だ、鍵を開けたいから型を作りたくて、どこに何があるんだっけな、あそこ登るのかな、ちょっと忘れてるな、こんばんは、ヒューマンフォールフラットしています、ぶら下がってる、ここ絶対ゴールできないや、私あっち行くんだ、そうだ、え、絶対無理、うーわーちょ慌てすぎた、あ、絶対ゴールできない、もうみんなと一緒に進むだけだよ多分これ、でもやりたい、ヒューマンフォールフラット、あ、大丈夫、あ、みんな落ちてったんだけど大丈夫、でも揺らしてくれてるから、これになんとか捕まればいいってことだよね、よし、あー下向いちゃうんだよ、あと坂道で落ちちゃうわ、ほんとにやっぱやんないと操作がうまくならない、やっぱ坂道滑るよねいけてる？みんないけてないや、待っててくれてるのか、もしかして、いけてる待っててくれてる、逆にすごいな、みんないくよ、いやお、いやお、来たわ、来ました、いけました、おいしょっと、お待たせしました、髪型一緒ちょっと違った、登るか、よいしょ、うわ急にうまくなったうまい、行けました、どっか行っちゃった、でこれどうやるんだっけな、あ、おもしだ、あれどうするんだっけ、これ、これどうするんだっけ、あー、あー、エムネさん落ちちゃう、大丈夫、みんな来た、あー、そうだそうだ、あ、で入るのか、私が、私入る、あ、石、石がある、あ、石を、わかったわかった、そこに乗せるってことですね、あ、ごめんなさいごめんなさいあ、仲良くなっちゃった石めっちゃあるから、石持って重くすればいいんだよね、よし、ここに落とせばいいかな、乗った？乗ってない石を乗せようの回、石をあのあれに乗せよう、わあ、あ、誰か乗ってくれてる？でもせっかくだから石一個ぐらい乗せたいよ、ね、おっくいしょったい、どう
戻れなくなったわ。あ、戻れるじゃん。ちゃんと道があるわ。大丈夫。私のジャンプでいける？いけない。いけないよね。はい、さようなら。ただいま。落ちる。やばい、あと15分でクリアなんて無理だ。落ちてみよう。えあい。こんな場所あったっけ。こっちかな。見てたのに忘れてるな結構。あ、思い出してきた。あ、ここじゃない、もう一個上か。ペヤングさんと共に。出たよ、この隙間ジャンプ。私の苦手な隙間ジャンプ。あ、いけるいける、いけてる。うちょっと、いけてる。うわ、何これ、どこ。あと、うわ、何、無理じゃん。え、絶対無理じゃん、行きたいけど。うわはあ、もう一回行こう。私諦めない。手伸ばさないとね、ちゃんと。よいしょっと。やあ、ここまではいいよ。結構スムーズにジャンプして登れるぐらいにはなってきたよ。で、手を伸ばして絶対ここにくっついちゃうね、私の操作じゃ。落ちる落ちる落ちるよ、落ちたよ。あきまへん、諦めない。頑張る。あ、よし、じゃあエムネ様と手を上げて ZR、 あれ、ちょっと待って、いなくなっちゃったんだけど。ZR で、あれ、どこ行っちゃった？ MD さんいなくなっちゃった。ああ、落ちる。 ZL、ZR、 ジャンプ、下向く。 ZL、ZR、 ジャンプ、下向く。出てきます。諦めるな、頑張ります。こっから、あ、もしかして捕まえようとしてくれてる？上向いて、あ、捕まるよね、そうなるよね。やっぱ手を伸ばさないといけない。揺らされてる。すごい、あ、揺れてる。キモカワ踊ってる。ちょっと行きますね。いやー、またここや、ここじゃ、わしはここじゃ、助けてくれ。わしの足を。アイケンさんが助けてくれた、ありがとう、ありがとう、ありがとう。落ちますね、諦める。ここはでも登るのは諦めない。俺のことはいいから言ってくれ、俺のことはいいから。うえ。ああ、生きてる、大丈夫、ありがとうございます。また戻りますね、諦めないから。このね、ここも本当はさ、なんかみんなさ勢いでこうやって行ったりするじゃん。私落ちるからいけないんですよ。うわぁ、おっこいしょった。皆さん優しいから待ってくれてる。おいしょった、おっこいしょった。ここ行きたいよ、頑張りたい。落ちる、落ちた。もうやだ、行くけどね、何回でもトライするけどね。いけん、いけなかった。はぁ、諦めない。そう、エムネさん、それで上向いて、あ、いけるいける。あ、そう、上掴まないと落ちちゃうんですよ。で、下向く、そこから。
右スティックで下向くと、そう、できた。三角跳び？そんな器用なことできないよ。こっち行けないかな。無理だよね。無理な構造になってるよね。ですよね。一回やってみたかっただけ。あ、エムネさん落ちる。あ、落ちるよ、落ちるよ、大丈夫。もう全然ゆっくりやってください。上向いて、上向いて、上向いて、手上げて、ジャンプで下向く。手上げて、上向いて、ジャンプ、下向く。あれ、なんか踏み台になってくれてる、もしかして。うわー、落ちる。待って、ペヤングさん落とさないで。あ、いけない。2人いけてたのに。もしかして本当に踏み台になってくれてます？いけたね。えワンさんありがとうございます。踏み台になってくれた、優しい。え、これ落ちていいの？落ちていいやつ？落ちてよくないよね。あー、待って、これあっちに行くのかな。これどこに何があるんだっけ。踏み台にさせてくれました、ありがとうございます。え、これであっち行くやつだっけ。こっちなんもないもんね。うわうわー、おじさんそこにいる。そこだよね、やっぱ捕まりますよね。はあ、引っ張ってあげない。あ、そっか、引っ張ってあげたらよかったのか。でもワンさん上手いから、私なんかいなくても。あー怖いよ、これに捕まるってことだよね。ちょっとギリまで登って、落ちる。私どこにいる今。落ちないんだ、ここ。もしやこれただのジャンプでいけないか。いやー、お、なんか台にたどり着いた。よいしょ、どこ行く。よいしょ、どこ行く。あ、落ちる、落ちます、落ちなかったです。え、こっからまた上か。はあ、普通に行けた、行けました、ありがとうございます。よいしょ、よい、押しちゃうよね、ワンさん。みんなの名前、よいしょ、うい、いけた。うわ、こんなの絶対落ちるじゃん。私止まれないの。うわせっかく踏み台にしたのに、マンさんを犠牲にしてまで登ったこの山。池谷さんまだ頑張ってる。今度はみんなを助ける番、私が踏み台になります。待ってて、池谷さん。悔しい、ちょっと今私が踏み台になるから待ってて。落ちてった池谷さんが、落ちてった。あー悔しい、行きたいよ。ちょっと待ってね、絶叫ゲー、ほんとですよ。ちょっと待って、頑張りたい。ちょっと待って、考えるわ。どう言ったらいいかな。三角跳びなんて絶対無理だよね、私のこの不器用さじゃ。捕まえようとしてくれてる、もしかして。手で、手伸ばしていけって。私ここ掴んじゃうんですよ、ここ掴んじゃうの。あ、すいません。ワンさん掴んじゃった。またもしかして踏み台になろうとしてくれてる。またワンさんを踏んづけていかなきゃいけないのか。あ、つか、あ、なるほどね。あ、今やってくれたの、実践してくれたってこと。そっか、ここを掴んで。うわ、
いいの。何したらいい？ジャンプしたらいい？ A をしてみてる。ありがとうございます、ありがとうございます、はあ、できた。あー疲れた、はあ、ありがとうございます。でまず一旦ここに落ちるじゃん。あ、そっかそっか、そこに落ちるのか。うわー怖いよまたこのパターン。ありがとうございます、毎回助けてもらってる。もう落ちたくない、もう落ちたくない、もう落ちたくない。ちょっと慎重に行こう。うん。慎重にね。はい。落ち着いて。はい、失敗しました。いける？いける？いけるの？いけるの？いけると思う？いけるかな？いけたー。もう手汗すごい。辛い。あと7分、まあ6足してもゴールできないよ。よっ、あれあれ、あ、やばいやばいはははは、終わった。うん、落ち着いて、手伸ばして、はい、掴んで、はい、いけるよ、はい、はあ、いけたで、ここ落ちたよね、私落ちたからここ。あ、あ、やだ、やばやばふふ助けてもらってる、もう助けてもらわないとできない。ここ落ちたから慎重に行きたいところ。左にさ、グンって戻せばさ、グンってジャンプしてグンって戻すね。グン、いやー落ち着いて、まだ戻れるよ、わかんないけど。こっち離すじゃん、一回。あまた助けてもらわなきゃいけない。助けて離します、離しますよ、離しましたから。手挟まった、誰かあ、手挟まった手挟まった、だこれどうしたらいいの。あー助けて、あアオイさん、もう捨てて、私のことを捨てて、もうまた下から頑張るあ、あ、あ、いけるかもしれない。うわぁ行きたい、上に今 A をしてる、意味ないと分かってて、もう A をしてるありがとうございます、すいません疲れた。どこ、ここ今どこ、あ、ここか、いつも踏み台にしてたところかちょっと待って、ちょっともうホラーゲーあー待って、頑張る。ちょっと待って、あ、よかった。どう言ったらいいんだろう、何が正解。あ、ちょっと葵さんに見せてもらおうあ、壁伝いに行くのは正解なんだ、本当に。さっき、あ、ごめんなさい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 なるほどね、それジャンプでいけないはずだわ。ホラーゲーですよ、もう私ができないっていうホラーですよ。なるほどね。あー、おじさんが落ちた。うわー、あー、ワンさん、わー、オッケー、でも教えてもらった
よし、上向く。ミスった、ミスった、一回戻る。あ、危ない。お、エミネさん来てる。ちょっとミスった、ミスった、ミスった。焦りすぎて頭かゆい。やばい、もうあと2分で22時になっちゃう。お手って上げて、はい。ねえ、掴んじゃう、ここ掴んじゃう、ここどうだ。いやここはどこ状態だよ。どこ、ここか、ここに落ちたよね。悔しい、悔しい。難しいんじゃなくて、多分私が下手くそのっていう、下手くそプラス難しいっていうね、もう二重苦。ああ。よし。あ、どうぞ、先にどうぞ。あれ、みんな落ちてくれてた、もしかして。あ、待ってくれてる。めちゃくちゃ順番待ちしてくれてる。ありがとうございます。よいしょ。はあ、つらい。よいしょ。あ、スカート捕まった。あっとか言って、よいしょ。あー、もうやだ、どうして。あ、でも葵さんでも落ちてるからさ、多分難しいんだろうね。叫びすぎて、よいしょ、ごめんなさい。ぶつかってきちゃった。あー、難しい、もう諦めようかな。なんかね、あ、エムネさんが待ってた。あー、思い出した、あれを取るんですよ、金具、鍵を作るための金具を取るんだけど。もう諦めようか、ここが無理なんだもんね。ちょっと待って、よいしょ、待っててくれてる。あー、捕まえようとしてくれてる。じゃあジャンプでいいかな、甘えていいかな。でもさ、壁自体習得したい気持ちはある。こっちだけでやってみよう、このー。で、ここ掴んで、で、う、掴んでくれた。あー、すいません、ありがとうございます。うわー、ありがとうございます。あー、びっくりしすぎて唾飛んだ。あー、つらい。あー、なんだ、よし、うん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、落ちた、落ちてない、大丈夫、落ち着いて、オッケー。あ、掴んじゃうよね、ちょっと下がって、ちょっと下がって、あ、掴んじゃうよね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと先にマンさんに行ってもらおう。あ、ホラーゲームだよ、私ができない、下手くそすぎる。よし、ワンさん待っててくれてる。あ、落ちる、落ちない、よし、よし、来た。あー、やっとここまで来た、助けられてここまで来た。あ、ミスった、あ、ミスった。セーフ、セーフであってくれ。あー、ありがとうございます。進まないもんね、私が進まないと。水野もありがとうございます。はあ、ちょっと先にお願いします。落ち着いて、手伸ばして、上向いて、ジャンプ。間違えた、戻る、戻ります。よいしょ、戻ってきた。下に。もうダメだ、諦めます。でもみんなに見てほしいっていう気持ちもある。諦めたい、でも諦めたくもない。戦ってるよ今。よいしょ、頑
頑張って。落ちないで大丈夫です。あー落ちちゃったよ。ちょっと壁伝いをね頑張って習得したいよ。せーの、はい。で右手行って話そう。はい、右手行って話そう。はい。ちょっと待って、喉が鳴った。待って、振り子する、振り子する、掴む、振り子する。誰かが落ちてきてる。これはダメなパターンか。いや諦めない。右だけ掴んで左手上げたい。左手だけに一回して振り越して違うんだよ。そこ掴みたいわけじゃないんだ。上向けないな。あ、なんならこっち掴む。体こっちにしたい。助けて。違う、頑張る。体をこっちにするにはこっちを向くしかないのか。あ、体こっち向いた。で、あ、そう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 、私がやりたいのはそれ。ちょっと掴む。ミスター、ミスター、ミスター。鍵取らないで、諦めないで。すごい言いにくいけど、鍵取らないで行く方法あった気がするけど、みんな頑張ってから諦めない。頑張る。待って、あ、掴もうとしてくれてる。ちょっと待って、でももうちょっとそっち行かないとですよね。一旦戻る。あ、なんか掴んでくれてる。ちょっと邪魔、私むしろ。ちょっと待って、アイキラさんが落ちてった。一旦戻るっていうのどうですか。そういう選択肢もあるんじゃない。そういう生き方もあるんじゃないか。振り子ができない。あはもう諦めて。もう一回だ、悔しい。もうさあ取ってきてもらう。進まなすぎるから。もう2時間になっちゃうわ。ここで終わりにする。何にも進まなかった。あ、ごめんなさい、メネさん。よいしょっと、よいしょっと。戦略的交代。そうね、そういう選択肢があってもいいんじゃないか。あ、いけそうだよ、イケさん、いけそう。そっから、あ、お願いしてもいいですか。ワンさんにお願いしよう。もう多分ね、一生いけない私。でもここで無理ってことは多分この先もきついよね。あー難しいな。あ、池谷さんいけそうだよ。頑張って。おー、いけた。そこの溝のとこに、え、ジャンプでもいけんの。あー向きか。お、いけた。うわー、びっくりした。まあでも努力はしましょう。取ってきてもらうだろうけど。よいしょ。いけた。努力はねしないと。ちょっとこっちだったっけ。よいしょっと。ほら、ヘメネさんも努力してるし。もう取ってきたよって言われたとしてもね。ここだよ問題は。もうさ、お手手さ掴んでいこう、おとなしく。うん、これで最初から。あ、待って、間違えた。諦めないで。
手を上げて掴んで登る。うわ、お、いけた？いけた。いけた。見てー、ワンさんいけた。これどっから入んだっけ？危ない危ないよ、絶対落ちない。決めた、私決めた、落ちないここでは。ここだここだ。わあ、ありがとうございます、やってくれてる。ちょっと待って、これ見よう。あ、時間合わせるんだっけ。ベルを鳴らそう。はい、何時に合わせるんだ。かなった。12時じゃない、12時かな。今こっちが合ってるってことだよね。え、あ、やばい、あ、落ちない。あ、やばい、ずっとこっちになっちゃった、ごめんなさい。え、そっちだよね、分かってるんだけど。私の体が何時に合わせるって書いてないですよね。12時だっけ。でも普通鐘が鳴るのって12時だよね。待って、反対に回しちゃったんだ。こっちですよね。待ってる。あ、え、合うのこれ。あ、重なったらいい系。あ、待って、なんか書いてる。何時にしたらいいんだ、ベースさん。あ、これガシャガシャして合わせるって感じ。意味あんのかな、合ってる。何時？重なればいい感じかな。いや、でも多分12時なんだろうな。あ、かっちゃん、あった。あ、で、こっからか。こっから12時もしかして。あ、カチャカチャしてたら全部合うよってことか。あー、なるほど、こっちは何もしなくていい。あー、ちょっと待って、あー、うわ、落ちていいってことか。ありがとうございます。説明のやつすごい浮いてるけど、他のも12時、確かに。いやー、うわー、そこかい。あの、皆さん、あの、変なとこに落ちてます。その、あ、あー、愛さん、ありがとうございます。今登って取りに行こうとしてた。ありがとうございます。じゃあちょっと葵さん、せっかく取ってくれたから葵さんに持ってもらおう。え、渡してくれた、ありがとうございます。あー、重い、激重。どこだっけ、あそこまで戻るんだよ。あ、あそこだ、お風呂のとこや。もし、皆さんありがとうございます。痛い、足痛い。なんか背中越しで持っちゃってるけど。よいしょ。あ、みんなお待たせしました。ど、みんな落ちちゃった。いてえ、これ溶かしたら終わりにする。途中からいけるんだっけ。
もうこれも運べない、もう。あ、こっちじゃなかった、こっちだっけ、違うわ、合ってるわ。登ったのに回線切れた。あー、でも途中から入れないもんね。うっ、いや、おい、あ、おいおいおい。なんてこった、マジでポンコツすぎでしょ私。なんだちょっと、なんだこの溝は。つかめないつかめない諦めない、下向いて掴んで、よし、左で持っちゃった、利き手じゃない方で持っちゃった。天気屋さん、なんか板持ってきてくれた、よく燃えるため。あ、ね、引っかかった、もう、えい、えい、私は引っかかる係なのかな、引っかかる人なの。石炭も取らないと、やばい、終わんないよ、熱い熱い。落とした。よいしょ、はぁ、疲れちゃったよ、取れない、取れた取れた、重い、本当に重いんだよな。よいしょよいしょよいしょ、どこいしょ、あー、もうやだねえ本当にやだ。上向いて、手上げて、上向いて、ジャンプして、ちょっと待って、ごめんなさい、やっかいしちゃった。はい、ちょっと待って、でもこれ入れても意味ないってことだもんね。ちょっと一緒に入っちゃった、あー、動かない、終わった。あー、ジャンプできない。あー、一緒に溶けちゃうよ、引っ張ってくれませんか、どなたか、池谷さん、私のこと引っ張れますか。綺麗にはまっちゃったんだけど、あ、わかった、自分で登れるかな、ちょっと待って、努力努力大事。あ、ありがとうございます全力で全力で取ってくれてる。あ、ありがとうございます。これでジャンプできるようになったかな、なんか引っかかってるんですよね、なんでだろう、なんで、うえ、ありがとうございますで、石炭取りに行く、葵さんについていこう、ちょっとあそこになんかある、あそこか、石炭洞窟はい、あー、ライト持ってかなきゃいけないってこと、思い出した、そうだ、狭ダメだ、私何か持ってると引っかかるんだ、よいしょ、これ石炭？これ石？石炭っぽい、え？石？これ運べばいいんですあ、カチってやる？あ、なるほど、え？ギコギコやれば動くってこと？もうトラックに乗ってるっぽい、あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあ私も一緒にギコギコやればいいってことね、
こんばんはです。遅くなりました。あ、もう終わるかも、終わるかもしれないけど、ゲームが終わりません。手が、手が進んでんのかな。全く私の操作が下手すぎて。待って、まずは挟まってる、ごめんなさい、私のせいで挟まってるでしょ。押したらいけないのかな。え、挟んで、挟まっちゃった。戻しますね。首やっちまってるよ。ちょっと待って、掴めない私。こうギコギコしたいんだけど、そっちから引っ張ればいいのか。暗くてよく見えない。脱線しちゃった。あー、私がガコガコしたからだ絶対。直せるか。掴んで、ちょっと待って、掴んでこっちに戻せばいいんだよね。うん、動いてる。一旦戻す。やだー、一生クリアできない。あ、なった、治ってはないけど、ちょっと良くなった。多分葵さんが押してくれて。葵さんの首が治んないね。私が脱線させちゃったせいで。そっちから押せばいいのか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いけた？ちょっと戻った。うん、悔しい。あっちから引っ張ろう。ちょっと待って、私反対行きますね。こっちから来たよね。こんな段あったっけ。よし、もうちょい頑張りたい。ああ。よいしょ。あれ？おじさんこっちにいる。完全クリアするまで多分一生できないと思うんだけど。これを、ちょっと待って。掴んで。あ、ギコギコしちゃう。違うんだ。私はそれじゃなくて、それを掴みたいんじゃなくて、本体を掴みたくて、持ってて、よし、よいしょ。あー、もうダメだー。もうそれ一旦運ぶ、運べる重さじゃないのかな。追い出された。あれ、私押してないのに追い出し、押す余裕なんてない。回線かな、みんなオンにしとけばよかったかな。あ、これメニューみたいになかったっけ。あ、はあ、違うわ。右から押した方が、さっき押してくれてたんですけど。え、もうさ、これ石炭、あの隙間に入るには、あ、ごめんなさいごめんなさい、あっち行けばいいのか。こっちにあるかな。え、こっちなさそうだ。固まることがあったから回線、ああ回線か。あ、ダメだ、よいし
よいしょ。あ、めっちゃ進んでる。わあ、わあ、そのまま行く？どっちから押すか。待って、待って。やばい、でも人数多い方がいいよね。ちょっともうこれ運んだら。続きからってあったっけ？チェックポイントから、あ、いけそうだな。これで終わりにするか。よっこいしょ。この段差も登れない。よいしょ。おー、あれ？ゴールしてる？待って、何も見えん。あ、待って、何も見えなくなっちゃった。ありがとうございます。私何もしてない。ちょっと待って、何もしてない。挟まった、綺麗に挟まった。挟まったあれで押せないかな。押せてる？え、もういける？固まることがあった。回線かも。寂しい。何ここ、何も見えないんだけど。こんな段差登ってたっけ私。よいしょ。あー、つらい。ポンコツすぎてつらい。私も引っ張る。暗くて何も見えない。めっちゃ近くで見てる。よいしょよいしょよいしょ。挟まってない？これ無理かな。これ無理かな。無理かな。火力アップ。明るくしたけど、あ、違う、岩、岩やこれ。ちょっと待って、なんかいて入れない。ちょっと左手だけでも。もうここで一旦終わりにする。これ多分100時間かかる、耐久レースしたら。終わりにするか。動かないね、私が脱線させちゃったばっかりに。あれ、奥に動いてる。一旦諦める。一旦諦めて、後ろに戻ってる。もしや戻して石炭を取ろうとしている。押す。よいしょ。石炭手で持ってくっていうのはありです。ありっぽい。石炭運びたいよね。よいしょ。どうして登れない。
あ、倒してるかも。あ、いけたいけた。せめてこれをやらせてください。よいしょ。この隙間からいけるかな。よいしょよいしょよいしょ。とりゃー、あ、ごめんなさいごめんなさいね、ごめんなさいごめんなさい。一個持ってた、ありがとうございます。あっち、どう、来た来た。ちょっと鍵できたからここまでにする。違う、次のセーブポイントみたいなとこ行くか。ちょっと待ってちょっと待って、操作が。そうですね。これさ、行ったらセーブできるかな。だってまた鍵作ろうってなったら私多分一生ちょっとね。よいしょよいしょよいしょ。つかめた？つかめた！そうですね、つかめたよ。うまく入れられるかな。ちょっと一旦落として、ちょっと一旦向き変えて。こうして、よいしょ、こうして、こうだからこうして。あ、いけそうじゃない。ハハハって手伝ってくれてる。あー、いけた、きたー。なんか挟まったわ、私挟まったみたい。よし、いけたー、みんなで行こう。うわー、え、怖い。え、落ちるじゃん。やったね。ここセーブされない、もしかして。されました。オンラインだと途中からできなかった気もしますが、皆さんがいないと寂しい。でもセーブポイント、チェックポイントからみたいなのできなかったっけ。また最初からやだ。はーい、できた。セーブされました。あ、よかった。はあ、大幅に終わった。音楽がね、よし。じゃあ皆さんありがとうございました。落ちちゃった皆さんもこんなポンコツに付き合ってくださってありがとうございました。30分も過ぎてしまった。ありがとうございます。お疲れ様でした。あれ、びっくりした。何も、ね、役に立たなかった。いや、もういてくれるだけで。お疲れ様でした、ありがとうございました。次リセットになったら金属と石炭手分けしてここまで一気にやっちゃいました。じゃあやっぱりここからじゃあできないんだ。ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。あ、おい。皆さんもありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ一気に進めてですね、まあね、せっかくねこの一配信でここまでいけたから、まあよしとしましょうか。お疲れ様でした。お付き合い本当にありがとうございました。こんなポンコツに、もう一生ポンコツのままだけど大丈夫かな。お疲れ様でした。最後は中の大ジャンプ落ちたところで、いやー。はい、じゃあ終わりにします。お付き合い本当にありがとうございました。イライラさせる配信ですいません。あ、手やっちゃったな。
うわー、連れてかれる。じゃあ、あ、まずこっちを閉じようか。ありがとうございました。これどうやって戻るんだっけ。ロビーへ戻る。少しずつ配信で、はい、頑張ります。あー、でも一つね、頑張れたから。じゃあ、ありがとうございました。やめる。ん、よし、じゃあ終わりにします。おやすみなさい。お疲れ様です。あざした。練習して、私練習したいんだけど、練習しても下手くそだから。楽しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。見てるだけでもうポンコツすぎて。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。